グラズキフドバルスキクルブヤゴディナはセルビアのヤゴディナをホームタウンとするサッカークラブ。1906年スレタンアジッチによってウィーンからヤゴディナに最初のサッカーボールが持ち込まれた。1919年クラブは FK ゾラとして創設された。最初の試合は SK ユーゴスラビアと FK ベオグラードスポーツクラブへの混合チームと対戦し、 約200人の観客の前で6から0で勝利した。1921年、FK ゾラは解散し、新たに1922から23シーズンに SK スパルタが創設された。その後、JSK ブルチノストに解消した。1926年、JSK ドカが創設された。1928年に、JSK ハイドク1932年に、 JSK とミスラブに解消した。同年、JSK とミスラブが解散し、JSK スロガが創設されたが、すぐに解散した。1935年秋、JSK が創設された。1938年、JSK ラドニチュッキが創設されたが、1940年秋に解散した。 JSK は第二次世界大戦中の1941年から1945年は最強チームの一つだった。1945年5月9日 SD ピレットが創設された。翌年 FK ニクコビックに解消した。クラブ最大の成功は1947年にユーゴスラビアカップでベスト32に進出したことだった。 1949年に FK スロが1951年に FK ムラドストに改称した。1954から55シーズンにセルビアのモラバ川に由来する FK モラバに改称した。1948年、二つ目のクラブである FK ムラデラドニクが創設された。1952年、FK イェディンストボに改称した。 1952年には FK、スベトザレボが創設され、新たに建設されたケーブル工場に由来する FK、コップロビに改称した。1962年10月14日、FK モラバと FK エディンストボ、ロークコップロビは合併し、FK、ヤゴディナが誕生した。2012から13シーズンは、セルビアカップ決勝で FK ボイボディナノビサドに1から0で勝利し、 初の主要タイトルを獲得した。同じ組み合わせになった2013から14シーズンの決勝戦は0から2で敗れたが、セルビアスーペルリーガは過去最高の3位で終えた。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。